はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今週末はちょっと連続投稿で、今日はガンプラで、この動画撮ってる現在が2021年10月なんですが、先週、ダブルゼータの可変戦士、あれで遊ばしてもらって、でちょうどその前後でプレミアムバンダイにおいて、この HG のシュツルムディアスと、あと HG のドーベンウルフ、これの再販が行われたんですね。でこれはお祝いじゃと思いまして、祝再販というつもりでこの2体の動画を撮ろうと思って用意してたんですけど、あっという間に品切れになってまして、もうこの段階で誰が得する動画だかよく分からなくなってきたんですけども、せっかくなんでちょっと今日はこの2体で遊んでみようと思います。もちろんこれは僕最初の発売時に買ったので、もう組み立てちゃってあるんで、制作前とか、制作中の様子はちょっとお見せできないんですが、せっかく倉庫から探してきたんで、ぜひお披露目させてください。でまずはシュツルムディアス、今回のプラモデル2つとも、上蓋だけ取ってあって、あとこういった紙類もちゃんと保管してありました。これが説明書なんですけれども、これご存知の通り、かつて出たリックディアスの、リデコ商品なんで、だいぶ作りはね古いですよ。でリックディアスの方とは成形色が違ってます。この赤いところも若干違うんじゃないかな。これがリックディアス用の膝パーツと、あと頭部のカバーなんですけど、これ頭部のカバーなんかは接着してないんで、差し替えで交換することが可能ですね。でこれがおまけのマーキングシール、僕は全然使ってなくて、あと塗装とかは墨入れとかも全くしていない、いつも通りの完全パチ組み状態でお見せします。じゃあこの後は実際に遊んでいきますけども、今回も動画のラストには恒例のお絵かきコーナーをご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。で気に入っていただけましたら、またチャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。あとツイッターもやってます、フォローもぜひ。でこれはやっぱり特徴的なのはこの背中のバインダーですけども、これ一応付け根の部分で稼働します。そんなに大きくは動かせないですけれども、そしてもちろんバズーカを背中に背負うこともできますが、これ一応ねこっちの左側にこの穴に差し込んで取り付けます。ちょ右側だと当たっちゃってうまく取り付けられないです。交換用の手首っていうのは付属してないので、このままこの握り拳の穴のところに差し込みます。で平手もないから両手持ちもなんとなく雰囲気でいくしかないです。この HG のシュツルムディアスは、ガンプラがもっと手に入りやすかったちょっと前の頃でも結構入手困難で、プレミア価格で見かけることも多かったんで、今回の再販は本当にめでたかったんですけど、これ複数あってもいい機体だから、可能だったら僕も2機目とか3機目欲しかったんですけどね。関節の可動については、軽く、首についてはこうやって左右に回転するだけです。やっぱりね、古めの設計ですから。で肩もちょっとだけスイングして、で横に開くのは、割と真横まではいけると。肘は90度ぐらいで、腰については回転だけですね。で股関節、ここがねもうちょっと動くと良かったんですけど、開脚もこんなもんで、リックディアスの方はちょっと前に HG もリニューアルのものが出ましたよね。こっちはちょっとね足首の接地性もあんまり良くないです。その他可動部としましては、これ地味に手首の人差し指だけ可動するようになってまして、リックディアス同様に、取り持ちランチャーの時の指の状態を再現することができます。あとはこちらも同様にバルカンファランクスの開閉、元は同じものですからね。あとは背中のビームピストル、この左右のグライバインダーは結構モナカ割りの大胆なパーツ構成で、色分けもされてないので、ちょっと色塗らないと寂しいっていう方もいるかもしれないです。あと付属武装はビームサーベルが1本。どうなんでしょうね、このキットちゃんと欲しい人皆さんに行き渡ってるのかなって心配になりますけども。さあお次はドーベンウルフ、シュツルムディアスに比べたらだいぶ後に発売されたキットなんで、最近のものに近い感じですけれども、説明書はこんな感じ で、これ結構ギミック満載なんですよ。
当時のドーベンウルフのプラモデル僕買ったことないんで、この HG 版が発売された時はとても嬉しかったです。で、中身はこんな感じ。ちょっとね、今平手をつけてるんですけど、なんか平手のポーズがちょっと可愛いですけれども、でこちらも完全に買って組み立てただけのパチ組み状態になってます。今回購入された方の参考になればと思います。じゃあこのモビルスーツの厚い装備類で遊んでいきましょうか。まずはビームライフル、ここは差し替え式ですね。結構可動部分もあるんですけども、まあいろいろこの後遊んでいきますので、手に持たせるときは専用の持ち手がありますので、今回はこうやって、左右で挟んで手に持たせるパターン。手首はボールジョイント接続、これは平手は手のひらからビーム発射する関係で接続部に角度がついてるんですね。で、交換用手首は握り手もついてます。ビームサーベルの持ち手も兼ねてます。じゃあこの後は他の装備でも遊んでいきますけれども、今回ね、残念ながらもし買えなかった人いらっしゃったら、一緒に遊んだ気になってもらえればと思いながら撮影していきます。ビームサーベルは2本ついてます。僕はこうやって分解して持たせてますけれども、さらにこの腕を肘の部分から取り外しまして、でこの接続部も交換します。これリード線がついているものが2つあるんで、これを間にかますことによって、このねビームハンドを射出している状態を再現できるようになってます。一応スタンドもついてますから、これをこの腕のパーツにはめ込んで、ただこれ結構ねバランス悪くて倒れやすいんですけど、でこっちがね隠し腕、指揮官機は有線じゃなくて無線で腕飛ばしてますから、これを代わりにこの肘の部分に取り付けます。これ本当は平手に交換した方が良かったかな。モノアイの部分はシールになってます。でここはメガ粒子砲ね、可動に関しては、標準的な可動範囲は、備えているかと思うんですけれども、特に股関節は可動範囲が結構広いから、足をハの字にして立たせたい機体だから、やっぱりこのぐらい動いてくれると助かりますね。さらにバックパックがギミック豊富で楽しいんですけれども、この左右はボールジョイント接続でぐりぐり動きます。あとね、動くところ、この辺とかも動かせるでしょう。で、そしてこのインコモのユニットも引っ張り出せる。これインコモ取り外すことも可能です。説明書だと頭部は取り外せって書いてあるんですけど、この背中のバックパックのビームキャノンをこっから回転させて、で前に向けることが可能です。で準備できたら首を元通り取り付ける。ただ、首の角度をうまく調整しながら動かせば、頭部外さなくても動かせます。まだまだ遊べますよ。ここにミサイルポットがあるんですけど、このハッチを開閉させることも可能。いや、すごい重装備の機体ですねこれ。こうやってね、首を動かして角が当たらないように避けながら動かせば、頭部取らなくても大丈夫だと思います。この角の破損に要注意。さあ、そしたら今度はメガランチャー、またビームライフルを用意しまして、で各部を変形させます。グリップ収納してこう開いて、で今度はこっちがグリップになります。でドーベンウルフはお腹にメガ粒子砲があるんですけども、そこにこのビームライフルを取り付けます。こうやって差し込んで、で握り手に持たせて、これでメガランチャーが準備 OK。 やっぱりこの機体はこのビジュアルですよね。やっぱドーベンウルフはかっこいいな。
あ、まだ武器ありました。これが対艦ミサイル。これ背中に取り付けられるんですが、このパーツを使ってこれちょっと折れないように注意してここに引っ掛けます。まあ、僕は通す感じでやってますけれども、これが2つついてます。 HG のドーベンウルフはこんな感じです。まあ、ガンプラも買いづらくなってきましたが、まあ、本当にこのプラモデルが欲しかった人、数多くの人の手元に渡って、まあ、それで品切れになっていることを祈ります。じゃあここでちょっと今日の2機のモビルスーツ一緒に並べてみましょうか。であとこれが前回登場した可変戦士のダブルゼータガンダム、こっちも一緒に並べましょう。でついでにちょっとダブルゼータの補足説明なんですが、これ前回動画の後にコメントで教えてもらったんですけど、この足の走行部分、僕がここの足の走行が稼働するって言ってたんですけど、ここのロック外して開きっぱなしにできるらしいんですよね。でこうするとすごくかっこよく見えます。いやー、これ教えてもらってよかったな。思わずこのダブルゼータでまた遊んじゃってます。それにしてもドーベンウルフでかいな。じゃあ最後にちょっと近くにあった他のネオジオンのモビルスーツ、そのガンプラたちを一緒に並べてみましょう。やっぱりザクスリー回もドーベンウルフと戦わせたくなりますよね。ザクスリーの足首もなんかむちゃくちゃでかいですね。あと僕の好きなモビルスーツで、この作品の中ではむちゃくちゃ好きなモビルスーツなんですけど、これも HG のバウ。あとなんか珍しそうで買っちゃったズサ。これね、この時買っとかないともう二度と再販とかないんじゃないかなんて思って注文したんですよね。ダブルゼータのモビルスーツは結構個性的なやつも多いような気がして、まあ、僕割と集めてるんですけども、まあ、機会があればその他のネオジオンのモビルスーツたちも動画にしたいなと思ってます。今回の作品、何か思い出とかエピソードありましたらぜひコメント欄にまた書き込んでてくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴を上げております。ちょっと返信ができてないんですけども、全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方もどうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫、うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、いつもいつもありがとうございます。とは言っても知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル、知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士、みんなでああだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。